今日はありがとうございました。ううん、私が悪いんだから。それにさくらさん、よかったら普通に話してくれないかな。うん、わかった。頑張ってみるね。うん。ちょっとごめん。お手洗いに行くね。どうしたさくら。何か言いたいことでも。綾野浩二君は、どうするのが一番だと思いますか？黙ってたら、後悔すると思う。どうして俺に言うんだ？目が怖くなかったから。黙ってたら後悔するって言ったよな。はい。なら、それだけでいいじゃないか。え？あれもこれも考えて、抱え込まなくていい。証言するのは、さくら自身のためだ。私のため？ごめん、お待たせ。おかえり。この後、綾野浩二君の部屋に行ってもいい？お邪魔しまーす。この子に見覚えない？顔つきや背格好だけなら何とも言えないが、その一枚、この学校の寮だ。やっぱりそうだよね。それに、さくらが伊達メガネなんてかけてるのは、ちょっと不自然だしな。さくらさんから、須藤くんのことで協力できることがあるかもって。今日付き合った甲斐があったな。